デザインチャンネルおはようとは、デザインが絡んでいれば基本、企画は何でもありのデザイン番組です。今日は前回のポスター編に引き続き、縦画面でお送りします。スマホだと画面いっぱいにして見れるはずです。どうだろう？うまくいってるかな？ぜひ最後までお付き合いください。それではレッツゴー。はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。前回はねポスターをいろいろ見ていきました。今日はブックデザインとパッケージデザインを見ていこうかなと思います。最初に紹介するのはずっと出ますけど、粘土の温度です。これ本屋さん行くとね、なんか余計よく目につく本でしたね。これ中身は佐藤大樹さんの本なんだけど、ミラノサローネで有名になるぐらいかな、有名になるちょっとぐらい前からの雑談集ですね。あの世界ので有名なデザイナー、海外の人たちと、まあ、インタビュー形式なんだけど、まあ、素人だからちょっと雑談っぽくなっちゃったみたいな本の冒頭で書いてあるけど、そういう雑談集がの本ですね、うん、はい。次に紹介するのは大学の卒業制作選集ですね。これね、ポートフォリオにすごいいいなと思って、パクるといいよみんな、これこのぐらいの薄さでこういう、このぐらいの薄さでこういう表紙のカバーになってるだけで、これめっちゃかっこよくない？これね、パクるといいです本当に。うん、ポートフォリオの薄さもなんか大学生とかのやつ見るとめちゃめちゃ大きかったりめちゃめちゃ重かったりね、インパクト出すためにやっているけど、まあ社会人になるとね、これぐらいの大きさが本当にちょうどいい、面接しやすいです、これぐらいの大きさのが。そういうことも考えて中身選別して、まあ中身少ない人もね、これぐらいの薄さで、まあカバーこれ見ただけで多分就職の確率かなり上がると思うから、パクるといいですこれ本当にぜひ。はい、次は菊池敦樹さんの本ですね。まあ菊池さんはこういうタイポグラフィーとこういう丸とか三角の図形、簡単な図形の組み合わせバランスをまあずっと考えて作ってるような人です。まあデザイナーってずっとねバランス考えて作るような仕事だけど、ずっと考えてるような仕事だけど、この人は特にそうだね、シンプルな形にこだわって、でもねバランス感覚がいいというか、なんか空間作りがすごい上手な人ですね。いつも可愛い作品ばっかり作ってますね。うん、この本もそういった意味だとすごい美しいとか、まあ綺麗な雰囲気ある本になってますね。はい、次は本ですね。刺繍ですね。グラデーションが綺麗だなと思って、写真撮りました。この背のところのバランスと、まあ雰囲気だね。雰囲気がいいなと思いましたね。うん、綺麗。これ本棚からこう撮ると、黄色が出てくるっていうことになるから、これ本棚入れると背だけ見えるじゃん。抜き取るとこう鮮やかな黄色が出るって綺麗だなと思いましたね。うん、で次は写真集ですね。作品、写真家の作品集です。すごい大きい作品集だったけど、表紙が美しいです。中身見たかったんだけど中身見れませんでしたね。本屋さん行ったら今度見ようかなと思います。はい、次が上原さんですね。 D ブロスの上原さんの作品ですね。上原さんってこれ常連なんだけど、いっぱい賞を昔から取ってる人なんだけど、やっぱ常連になると見せ方が分かってるなと思って、これ下にね引いてるの多分上原さんだけだったんじゃないかなと思うけど、まあベテランの人らしいこう見せ方分かってるなっていう感じで撮りました。クッキーだね、まあ、デザインのね全体的なトーンも含めて可愛くてね、すごいですよね。うん、はい、次がネイルケア商品ですね。でこれ見てね、あいいなと思って、あと後ろの紙袋、紙袋のねこのちょっと出てるやつ、僕初めて見たんだけど、女の人の化粧品ではよくあるのかな。普通こういう出してる部分って内側に入れとくじゃん。でもこう出すことでこういう文字だけシンプルにこう入ってるんだけど、ちょっと紙袋としてすごいおしゃれになってるよね。こういうちょっとしたテクニックでボタン止めてるけど、こうただ文字入れるだけのただの紙袋でもすごいおしゃれに見えるっていうのがいいなと思いました。あとこのカバーのところ、多分この曲線とか見ると段ボールなのか厚紙なのかでこう最初プロトタイプ作ったんだと思うんだけど、そういうニュアンスが出てこう紙みたいだね、段ボール紙に
こう被せているようなパッケージになってて可愛いなと思いました。うん、女性はこういう綺麗な商品があっていいなと思う。あのメンズケア商品ってめちゃめちゃゴリゴリしててちょっとダサめなのが多いので、うん、これから出てくるのかもしれないけどね。なんかメンズメイクみたいなのが流行ってるってよく聞くし最近。うん、で次がスキンケアブランドですね。もう絶対オーガニックだろうと思わせるような、もう葉っぱとか花びらの一部分を拡大してテクスチャーとして利用してると、もう絶対ボタニカルな商品だよねこれ。はい、次が寿司屋の塩辛ですね。これ右下にあるさ、これ読める、これかいいじゃんこれだけでいいって分かるってすごくない？こういいのアイデンティティってすごいんだなと思って感心したのがこれですね。で左にあったこのちょっと切れちゃってるけど瓶ボトルのあの折りもこんな風に折っててシンプルにまとめられてますね。ゴムで、黒いゴムでパチッて留めてるだけでいいですよね、塩辛。でこれね、新聞広告も受賞していて、新聞広告になるとね、この点だけ、この点の角度とバランスでいいって読めるっていうのも、最初磯野って読んだもんね、これ遠くから見てすごいなと思って。で右下見るとね、いの半分がここにありますね。でこれでロゴなのかな、寿司磯野って書いてあるけど、このロゴだったらなかなか面白いロゴだなと思う。ちょっとお寿司屋っぽい、お寿司みたいな感じもするし、こうお寿司出すこの動き流れ、こういうはいお待ちみたいな流れもちょっと感じさせるような曲線でね、すごい面白いなと思いました。うん、はい、次が天日干しのパッケージデザインですね。みんなこのお魚、このお魚をあのパッケージデザイン、あの売れるようなパッケージデザイン作ってくださいって言われたらどうする困るない？こんな可愛くちょっとできるかなと思って、ロゴもゴリゴリだしね、あのお店のロゴもこういう筆文字風のやつだし、いや僕なんできないなと思って。でこういう棒も刺さってるけど、これもこのパッケージ作ったデザイナーなのかアートディレクターが刺してくださいって頼んだのかもしれないしね、もともと刺さってたやつかもしれないけど、こういうそもそも新風パッケージまたはお皿でこう出てきてこういう商品なんですけどみたいな始まりだったかもしれないけど、そういう始まりを考えるとパッケージデザインってすごく面白くなりますね。自分ならどうするんだろうって、こんな風にできるかなとか考えると面白いですよね。うん、はい、次はお醤油の瓶ボトルですね。これ本当にかっこいいね。これ絶対外国人受けするよね。でこれなくなってからもなんか使えそうだし、花瓶かなんか使えそうなくらいかっこいいよね。いいよね、これもらったら嬉しいな。多分お醤油だよねこれね、きっと。うん、はい、次がドミノピザ、デリバリーピザって書いてあるけど、ドミノピザのやつですね。ドミノピザあんまり食べないか分からなかったけど、こんな可愛いんだね、外箱いいですね。はい、次が瓶ボトルのお酒だと思うんだけど、お酒のラベルデザインですね。これだけ普通文字とか入ってるもんだけど、これだけですね。でこれ紙が確か竹雄でね売ってるやつですね。あの印刷所行ってこう圧かけるとこういう風に透ける紙が売っていて、これだけで木の模様だよね、これ木の模様を模したようなデザインになってますね。でぶっちゃけこのラベルデザインに関してはこれだけで僕も十分だと思う。個性というかアイデンティティが分かればいいものだから、まあ外箱、このボトルが入ってる外箱に関してはどんな商品か分かった方がいいので、まあ文字入れるかその商品って分かるような外箱のデザインはした方がいいと思うんだけど、外箱から取ったボトルに関してはもう買った人は何だか分かってるし、これが例えば店頭にあったとしても、バーとか、まあ、居酒屋とかにあったとしてもかなり目立ってるんじゃないかなと思います。あの白いのちょうだいとか、あとメニュー表に載ってればね、別にラベルに書いてなくても分かると思うのでね、そういう先のことを考えるってデザイン考えていくと、まあ、こういうシンプルなところにも行き着けるのかなと思ったりしますね。はい、次はコーディアルシロップのボトルラベルデザインですね。シンプルにちょっと何て書いてあるか分かんないんだけど、コーディアルシロップって書いてあるから、
なんかオーガニックのなんかシロップなんだよね、今流行りの。それのラベルデザインですね。こういうシンプルなだけでも、ちょっとお酒にしてもなんか美味しそうな感じするけど。ただね、あのボトルのこの蓋のところがすごい安っぽい感じがして、ここだけちょっともったいないなっていう個人的には思ってますね。まあ予算の関係もあるから、しょうがなかったのかもしれないし。はい、次がセロテープの、パッケージデザインですね。リニューアルしたのかな？なんかどこが違うのか全然わかんなかったんだけど。なんか目立ってましたね。で、作られたのも日高英樹さんで、あのグリッツデザインっていう有名なデザイナーさんですね。うん。はい、次が MT の紙袋ですね。あの MT、マスキングテープの MT なんだけど、MT って言うとなんかカラフルなね、もっと色鮮やかなデザインしてんのかなと思ったら、外箱、紙袋はすごいシンプルな白黒だけの紙袋ですね。この中のこう色鮮やかなマスキングテープは詰まってるって考えるとちょっと面白いっていうか、多分そこまで考えて白黒にしてるんじゃないかなと思うんだけど、このシンプルなデザインにしてね、うん、で持ち手がすごい可愛いですね。うん。で作ってるのはね、 MT といえば井山さんですね。はい、次がラベルデザインですね。これほんかわいいよね。これランダムでこう貼ってるだけでも十分絵になるし、こういう風に住所書けるっていうやつですね。最近だとね、安くこうガムテープみたいなデザインできるのって、こういうの、こういうグッズが増えてきてますね。バンドでもいくつか見たことがありますね、ラベルデザインは。あんま売れてる様子はなかったけど。はい、次が生本マグロ解体即売会の、イベントツールですね。生本マグロって言ったらね、ゴリゴリの男っぽくしちゃいがちだけど、やっぱ女性がやってるだけあって、女性らしさも感じて、これ、この線だけでマグロ、線とグラデーションか。で、マグロっぽく見せるのもいい、すごいな、綺麗だなと思ったし。こう、ゴリゴリにさせない、このビビッドな、マグロって言われた時に、ビビッドな蛍光のピンクを持ってくるってね、そのセンスが素晴らしいなと思いました。で、今年はグッズを作ってみましたって書いてあるから、ちょっとグッズ見てみたかったなと思いましたね。どんなグッズがあるんだろう。はい、次が、ダイアリーですね。シンプルなダイアリーです。ほぼ日使ってる人は、たまにはこういうダイアリー使ってみてはいかがでしょうか。これね、ほんとおしゃれだよね。ゴムバンドなんだけど、ゴムバンドだけでこう2色展開してますね。はい、次が、ムヒです。ムヒのこれ何だと思う？ムヒの会社案内って書いてあるけど。すごいよね。ムヒのユニークな、ブランド戦略があったからこそのこういう会社案内だよね。会社訪れた人がもらうのかなと思うけど、結構嬉しいよね。こういう会社案内だと。ちょっと話題にできるというか、さすがムヒだなと思いました。はい、次がジャイアンツのノベルティーノートですね。野球って言うとやっぱおじさんのイメージがあるけど、おじさんは絶対使わないようなノートだよね。完全に女性向けというか、若者向けのノベルティーグッズですね。これ、服部和成さんが作られてますね。うん。かわいいね。どういう風に使うんだろう。普通のノートなのかな。はい、次が靴下ブランドのパッケージデザインですね。これ個人的に後で調べようと思って撮ったやつなんだけど、こう切り抜いて靴下みたいになってるんだ。面白い。ここまで見てなかった。はい、次が喫茶店のトータルビジュアルって言っていいのかな、ブックデザインもあったり、ラベルデザインも含めて飾られてましたね。多分これがロゴなんだと思うんだけど、こういう幾何学的なロゴにすることでいろんな展開がされてるということですね。丸と丸だけか。丸だけ使って展開してると。なんかこのビジュアル見たいからちょっとね、ここ行きたくなりましたね。そういうなんかデザインありきでお店行くみたいな感じもいいですよね。はい、次がパン屋さんの、トータルビジュアルです。名刺とか、あとロゴですね。ロゴを含めありました。これも可愛い。で、フライヤー、まあ、ポスターって言ってんかな。フライヤーも貼られてましたね。いいよね、これ。これ欲しい。普通に欲しい。なんか集めたくなるようなフライヤーですね。かわいい。はい、で、これジャグだ。関係ないんだけど、デザインハブ行くとね、こういう防犯作動中のシールがあって、これ毎回目につくんだよね。ちょっと動画にするから撮ってきました。みんなに見せようと思って。これかわいいよね。これ本当にいいよね、このシール。
はい、次がヤフーの防災イベントのトータルビジュアルですね。これ確かウェブサイトは何かの動画で紹介したことあるけど、いいよね。で、イラストレーターさんは一条さんですね。今引っ張りだこのいろんなとこで見ますね、この一条さんのイラストは。僕もインスタフォローしてるけどいいですね。ウィーン。はい、今日は以上になります。いかがだったでしょうか。前回と今回2回に分けてジャグダー2020見ていきました。意外と僕デザイナー詳しいでしょうそう、同業者はねやっぱり詳しいよね。なんかチェックしてると自然に名前を覚えていくというか、またこの人なんか選ばれてるなみたいなことでだんだん覚えていくっていう感じかな。うん、やっぱり好きだから覚えるよね、こういうのね。まあジャグダ自体はね、ちょっと数年前に有名なアートディレクターとかデザイナーが一気に抜けてしまうっていう、ね、緊急事態がありましたけど、まあそれ抜きにしてもね、すごい個人的にはすごい好きな協会ですね。まあちょっと入ってはいないんだけど、ジャグダにはね、まあ、こういうショーを通してこういう制作物を見せてくれるっていうのはとてもありがたいですよね。普段よほどチェックしてる人じゃないと、よほどチェックしてるか、まあ、Facebook でつながってるみたいな人たちじゃないとなかなか知れることじゃないからね。うん、とてもありがたいなと思ってます。ただ日本にはね、こう世界のグラフィックを集めたような協会、まあ、団体みたいなところがちょっと少ないので、少ないっていうかないと思うので、まあ、そういう団体がこれからはねできるといいなと思いますね。こう日本に日本だけ固まっておくっていうのもいいんだけど、まあ、ちょっと他のやっぱアジア勢とかヨーロッパ勢は実際どういうのを作ってるのかなっていうのが見てみたいよね。なんかニューヨーク ADC みたいな感じのができると嬉しいなと思いますね。うん、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあまた見てください。バイバイ。